ボーン・アイデンティティは2002年のアメリカ映画。記憶を失った男ジェイソン・ボーンをめぐるサスペンスワークション映画。原作はロバート・ラ・ドラムのベストセラーのスパイス・リラー小説暗殺者。ボーンシリーズの第一作で続編はボーン・スプレマシー、ボーン・アルティメータム、ボーン・レガシー、ジェイソン・ボーン。北、アメリカでは2002年6月6日に プレミア上映された後、6月14日に2638巻で公開され、週末工業成績で、初登場2位になり、トップ10内に5週間いた。日本では2003年1月25日に、日劇3系列他で公開され、同日公開の、ハリー・ポッターと秘密の部屋を抑え週末、工業成績では、初登場から2週連続で1位となった。 2003年度の全米ビデオレンタルでレンタル数1位獲得。銃で撃たれて負傷した男がマルセイユウォーキで漁船に救助された。戦意に手当てされた男は記憶を失っており、手がかりは皮膚の下に埋め込まれていたスイスチューリッヒの銀行口座を示すマイクロカプセルのみ。回復した男は漁港で船を降り、スイスへ向かった。到着早々に、 公園で野宿した男はパトロール中の警察官たちに見とがめられるが、小遣れると体が反応し、彼らを瞬時に混沌させてしまう。公園から逃げ出した男は、マイクロカプセルが示した銀行の貸し金庫を引き出すが、その中身は、パリ在住のジェイソン・ボーンという名前が記された、アメリカ合衆国パスポートをはじめとして、彼の写真が貼り付けられた。 多数の偽造パスポート、複数の通貨からなる大量の札束、そして拳銃だった。ボーンは自分の正体を確かめるためにアメリカ領事館を訪れるが、彼は現地警察によって手配されていた。領事館詰めの海兵隊員の追跡を交わした。彼はたまたま居合わせたマリーに金を払い、彼女の車に乗って自分が住んでいたアパートのあるパリに向かう。 ありがとうございます。